ごめん、遊ばせ、どうもしょうです。たかしだよ。えっちゃんだ。こまやんです。おみみくそ、お花くそ、ペロリンチョ、どうもペロリンチョです。よろしくお願いします。そんなに欲しい八国の日本料理パーティー。ということで、ここは日本料理レイクレイ、美味しい日本料理が食べるお店となっておりますけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ただ一つだけルールがございます。え、このお店ですね、はい、和食マナーにもうすごく厳しいわけですよ。それは良かった、自分良かった。本当ざますか。そうなんですよ。ですが、あなたたちは和食マナーをもちろん心得ていますよね。あ、もちろんもちろんでございます。だから、和食マナーをミスった瞬間日本酒を一気してもらうんですけど。日本酒をしなめるんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。博士さんでしょうか。何でしょうか。一滴も飲まないことになるんじゃないでしょうか。そうなりますね。ちなみに言っときますけど、私平林都じゃないですよ。マナーのマナーのトップですよね。マナーの製造だですよ。前回何ですか、レストランマナーみたいなのやったんですけど、はい、泥酔者が何人か出ていましたよね。そんなご機嫌つくことは私は覚えておりません。ちょっと待ってください。何ですか。なんでホームレスが混じっているんですか。どういうことでございますでしょうか。ひげが欲しい。ひげは剃ってこい。わあ、おかしいです。板垣大輔を目指しております。私はけがらわしい一名。え、やっていきましょう。今おぉ、マスター。おぉ、ありがとうございます、マスター。ありがとうございます、マスター。やろうぜ。これは、しがらき焼きでざますか。これ、くたに焼きじゃないですか。これ、しがらき焼きでざますか。これは、なんでケーキじゃないか。まあ、漆塗りではありますね。いや、でもな。失礼します。え、でございます、でざます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、米が立ってる。米ね、まあ置いといてね。ちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいね。何あんた。新潟の11月ですね、これは。あんた、よう物知りやな。わかりました。ドバンとこの後継ぎはさすがだもんすね。いやいやいや、まあ家柄は大事ですからね。急にグレて赤髪なんかにして。ところで、庶民さんのてっちゃんさんはよくここにおられますね。お恥ずかしくないんですか。あれ、なんでこんな下流のものがこのレストランレイクレにいるの。そうですね、一台で僕がここまで築き上げたんだよ。あ、そうなんだ。あら、一台と言いますと、お父そういえば最近、ともやさんのお宅ではお犬を飼われたよ。ああ、そうですね。お犬を飼われた。あれ、可愛らしい子供がいる。可愛らしいわよ。うちの信長ともまた遊んでくれ。うちの明智光秀とも末永くよろしくお願いします。仲良くなるんでしょ。あ、ありがとうございます。ほら、殺されそうだ。どうぞ。テイスティングです。お魚だ。お魚、ありがとうございます。どうかなされましたか。魚しちゃうな。味噌汁、ご飯、小魚、腹くれぐー。マナーどこ。ドドバキは来た。本当ドバキは今のはすごい。スバもバーバーですわ。申し訳ございません。うちのご飯でもスバかかってました。ですよね。申し訳ない。仕方がない。ドバちゃん、はい、ポン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 日本酒一軒。ポン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 日本酒一軒。あー、美味しい。よー、皆さん、料理が揃いましたね。はい、では、最初のマナーいきます。はい、配膳ドーン。配膳配膳配膳並べたい。日本の料理にはですね、正しい位置というものがございます。あー、ですよね、そうしろともね。じゃあ、皆さん一斉に自分が正しいと思う位置で置いてください。どうぞ。はい、ました。これ、ほんま
けなしですよ。ボケとかないですから、これはボケいらないですね。ボケいらないですね。今日でいいですか、皆さん。こちらで大丈夫です。完了しました。はい、はい、全員のボケポン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 日本酒一気、ポン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 日本酒一気、ポン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 日本酒一気、本当に美味しい。どうした？美味しい。じゃあ正解ちょっと待ってくださいね。私に解説させてください。まず、はい、右手にご飯だなんてラグビー部の夜ご飯じゃないですか。本当にですよね。ご飯を食べれるみたいな意地汚いですよね。あなたもですよね。僕は左手です。あ、そうです、左でした、間違えました。こちらですよね、お味噌汁は。左のお味噌汁ですよね。もうまる教養ないな。答えを教えてください、はい。じゃあ代表してトモヤのところでやりますかね。はい、はい、左がご飯ですよね。待ってください。右下が味噌汁。あ、そうですよ、そうですよね。で、右上に主菜ですね。あー、そうなんです。パイーン。ここにね、本当はなんかあるんです。パイヤヤ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 。こちらをね、こちら開始と言います。まあ、何にしたかもちろんご存知ですよね。開始はもういつも使わせていただきます。ね、ちなみに開始って漢字でどうやって書くかわかりますか？あ、当たり前に分かります。私が答えです。私が答えたいです。飛ばしょ、答えましょう。気楽に指ですよね。はい、じゃあ飲みましょうか。ポン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 。懐に紙と書いて返しですけどね。それをあなたが読むかどうかですよ。僕いつも右後ろポケットに返し入ってます。偉いですね。ハンカチか。じゃあ、今はないんですけど、はい、味噌汁って大体蓋がついてると思いません？ありますよ、ね、なんか今日おかしいと思いました。じゃあその味噌汁蓋を取りますよね。はい、これ取った蓋どこに置いたらいいと思います？簡単でございます。簡単ですよね。ベッチャーさん、あ、蓋をどこに置けばいいか言えばいいですか？そうですか。取るでしょ。取ってここにポイって置いとけばいいんです。どこの場所ですか？そうですね、主菜の横です。右横です。もうバカがいいです。私答えていいですか？どうしよう。家の金庫です。わかりました。ともやくん、ここ取りますよね。はい、ポコッと取りますね。ポコッと取って、これどうする？これどうする？これですよね。あ、これまず、おお、上についてる、仕方ないですね。こちら僕は左上ですね。ああ、なるほどね。なるほどね。じゃあラスト、フェロエラーシップはポコと取って、はい、取りますね。これどうすんの？これポコとまた閉めちゃう。うわぁ、あなたは悪いけど、そんなことじゃないんですから。店長が呼んでください。右上が正解ですね。素晴らしい店長。本当にもう教養がない人たちと一緒にご飯は運びたくない。Quand t'es venu dans la rue。 じゃあ味噌汁から皆さん、はい、食べてみてください。はい、わかりました。いや、一番うまい、一番うまい味噌汁。まず豆腐、そうですよね。おいいんじゃないでしょうか。はい、僕じゃあまずですよね、縦に割るんですよ。まあまあ割り方はしょうがないですよね。そうです、いただきます。はい、どうぞ。僕はこう持ちます。こうですか、こうですか。こう持ちましょう。上げ方はこうですよ。で、こっからが左、こう待ちます。何回回して、あら、え、そんダメだ。あー、ずるずるすと言わしましょう。逆にずるずるすと言わしましょう。一気に。なるほど、はい、まだです、まだです。箸置きを作ります。いいですね、しっかり。すいません、じゃあ、開始使っていいですか？いいですよ。はい、じゃあ開始。はい、
ちょっと待ってください、ちょっと待って、開始がなんか飛行機みたいになりますけど、一番飛びそうな飛行機を作っておきました。どういうこと、満帆でいいと思う。あ、すごい。智也さん、はい、開始の使い方が満帆になっておりません。こちらの開始をつけちゃいます。つけちゃいますよね。で、ひたひたにした開始から絞った一番の で、さらにお箸を割ってこうですよ。飛びましょうか皆さん。ポン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 日本酒一気、ポン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 日本酒一気、ポン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 日本酒一気。味噌汁がなかったら危なかったです。違いますよ。まず、味噌汁を持ちますよね、はいはい、で、そっから箸です。はいはい、箸 でここで1回持ちます。で、持ちやすくした上で足をつけて別にすすってもいいんですよ。で、おしまいです。え、まずこう持ってお箸を下にやるんですか。そうそう、くぐらせるんですよ。あ、で、食べる。日本食ザクーン。舌で感じる美味しさには5つの味、があります。はい、塩味、酸味、苦味、甘味と、もう一つは何でしょう。やばいやばい、やばい、僕もわかります。じゃあ、この水道小屋わかりますよ。渋み。はい、飲みましょう。はい、じゃあ、てちゃん。はい、どうぞ。くるみ、ねえくるみ。どっから。いや、ミスチルっすけどね。くるみも、なんですか。くるみじゃないよ。脳みそチルドレ。じゃあ、しっかり同時に答えましょう。あ、わかりました、いいよ。せーの、花火。決して作らない。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってください。何、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 何て言った。花火です。言っていいですか。ドバちゃん正解してるよね。うまい。正解。日本酒も見なかったんですよね。はい。はい。ライス食べましょうか。続きまして。食べますか。Quand t'es venu dans la rue。米が冷え切ってる。師匠かな。え、なんでビビれんねん。衝撃の事実が、はい、ちょっとびっくりしてます。え、はい、どういうことですか。トマヤ君、はい、一回箸もらってもらっていいですか。はい、もちろんですよ。いいな。トマヤ君、やっぱ飲んでおきましょうか。すごいな、よく持ってるな。むすぼらしい。トマヤ君、ね、これじゃあ結婚できないよ。できないですよ。本当ですよ。箸の持ち方が長い。相手の親、あんまり言わないでください。難しいんで。僕昔オランウータンに育てられたことだからオランウータン。だとしたらうまいですけどね。じゃあラスト鮎ですね。それではいただきます。いい食べ方。山奥で食ってるし。塩の部分が美味しいんで。やっぱり店長さん、お願いします。失礼します。お前3日飯食ってねえのか。おい、うまい。でもやってた。うまいな。お前ら行きましょうか。こうだろ、こうだろ、で、こうだろ。あ、そうか、こうやって泳いでるよ。こうやって泳いでるもんな。飲みましょう、ドバヤ君。同じイグマの仲間だ。じゃあドバちゃん。はい、じゃあ。おい、なんでこんなちっちゃい。なんでこんなちっちゃい。ありますよね、店側のミスみたいなありますよね。すみません。でも味は一緒ですから。ほぐします。頭の部分は食べれないんで、まずこうします。で、腹の部分ですよね。腹の部分をこうやってほぐします。で、あの背骨とかがあるんで、魚っていうのはその背骨を残すようにして、で、この、ほぐれた身をいただきます。あら、大に真面目だ。惜しいですね、飲みましょうか。恥ずかしい、恥ずかしい、ラジがいっちゃう、ラジがいっちゃう。みんな一個忘れてることあるよね。あ、子供を産んでるか産んでないかの確認だ。もう出ない。高田久美か浜崎あゆ。まだ使ってないのあるよね。あ、俺だ。えぇ、開始だよね。
しく。そうだ、針をほぐすときにそこで頭をこう押さえるんですよね。ああ。いただきます。かっこいい社長。なんだなんだなんだ、どうした、タカ子どうした、お尻触ってきました。おーい、メロンヘナシクパーティー10回。なんで、すいません、お嬢さん。すいません、社長だから。何でもいい、さすが社長。お嬢さんがお上手で、はい、願いやから、あたしもこれにとって、はい、じゃあ新しい感じのパーティー10回。新しい感じ、新しい感じのパーティー10回。左手の足どこ見てんだこれ。